なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼう悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現にわしが今髪を抜いた女などはな、蛇を沈んばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言うて、縦脇の陣へ売りにいいんだわ。 えやみにかかって品なんだら今でも売りにいんでいたことであろう。それもよう、この女の売る修をは味が良いというて、盾脇どもが欠かさず最良に買っていったそうな。わしはな、この女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば、 今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするのじゃて、仕方がなくすることじゃわいの。じゃって、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体いいこんな意味のことを言った。 下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の塚を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いている中に下人の心にはある勇気が生まれてきた。 それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば 上死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念を押した。そうして一歩前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟紙をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では、 俺がはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和だ色の着物を脇に抱えて、瞬く間に、 急なしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていた。 そうしてそこから白い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。芥川龍之介作、羅生門というお話でした。ありがとうございました。